んにちは、くみです。おっ、とべちゃん。今日はですね、ロサンゼルスマル得情報ショッピング編第1弾ということで、ロスドレスフォーレスディスカウントストアロスですねにご案内したいと思います。とべちゃん、 You wanna go with me? とべちゃん、 You wanna go with me? Let's go! トビ、ゴーゴー。はい、というわけで本日はロスにやってきました。ピガロスです。ハワイにもあるのでご存知の方多いと思いますが、ここはねマーシャルズよりは少しランクダウンっていうか、それほど高級なものはないんですが、でもやっぱり百貨店とかで売れ残ったものがここに流れてきてますので、もちろん新品タグ付きのものが手に入ります。では行ってみましょう。ではこのロスなんですけれども、正式名称はロスドレスフォーレスと言います。カリフォルニア州ダブリンで本社を構えるディスカウントチェーン店で、アメリカにだいたい1550店舗から今日ですね、1550店舗今日ございます。入り口入ったところにこのようにジュエリーセクションがあります。いわゆるコスチュームジュエリーと言われる、ジュエリーで、そうですね、本物のダイヤモンドっていうのは私ここでは見たことないですけど、あ、これマイケルコースがねこの日いっぱい入ってたんです。ここに取り扱ってるその、ダイヤモンド系っていうのはキュービックジルコニアがほとんどです。でこのロスが取り扱っている商品なんですが、服飾雑貨、日用雑貨、バストイレタリー、キッチン用品、子供の、子供服、ベビー服、ペット用品などなど本当に幅広く取り扱っております。で今ここで見てるのは香水なんですけれども、フェラガモがあったりバーバリーがあったりと結構ね驚きのラインナップ、$19.99、そしてバーバリー、$16.99です。まあ、なので香水をね、空港で買って帰られる方とか結構いらっしゃると思うんですけれども、まあ全然ここでもしいいのがね見つかればお得です。はい。そして、入り口近くこの日はマイケルコースが本当にいろいろ入ってて、$278のバッグがなんと$89.99、でこれは何だったかな、ケイトスペードです。ケイトスペードニューヨーク、ケイトスペードニューヨークも、こちら$69.99、これ可愛かったんですけど、マイケルコースのバックパックですね、バックパックリュック型のバッグ、$99でした。これも可愛いマイケルコース、もう本当にね、その時にこの日は特にマイケルコースたくさん入ってたんですけれども、その時々によって入荷状況は変わります。でこちら入り口近く、目玉的なブランド物、婦人服がずらずらーと並んでおりました。でそのお隣なんですが、靴セクションですね、女性用、結構ね分かりやすく並んでます。サイズ別にきちんと並んでますので分かりやすいです。ブランドはそうですね、ナイキもありますしアディダスもありますし、ニューバランスとか、これはフィラですね、フィラのサンダル$9.99、あとアグブーツがある時もあります。で、これはニューバランスですね、$39.99、
まあというわけで、まあ本当にね、あのたくさん靴も揃ってます。で、これはおしゃれ小物、ヘアケアですね。ヘアケアがあって、そしてその隣にスキンケア商品が並んでおります。サンダルもいろいろあって、ロキシーが7ドル99、本当に安いんですよ。クロックスが12ドル99ですね。で、お次はこちらはカバンのセクションです。さっき入り口にあったマイケルコースとかはもう特に目玉の商品が入り口のところに置いてあります。で、その他のカバンはこちらにずらずらっと、かかっております。で、そのお隣は下着ですね。女性用の下着、みんなこれあの百貨店で取り扱ってるブランドなので、あのかなりあのいいものが見つけることができます。ビクトリアシークレットはここにはございません。ビクトリアシークレットはあのファクトリーアウトレットに行かないとないですね。で、こちらは子供服。日本の子供服に比べると縫製は悪いです。でもあのちょっと結構なんて言うんですか、こう面白いデザインとか色がビビッドだったりとか、うん、そういうので、どうせ子供すぐ大きくなっちゃうんで、まあちょっと面白いのを着せたいなっていう方は、うん、ここで買って帰るといいと思います。11ドル99セントです。そして子供用の靴ですね。スニーカー可愛いですね。スキッチャーズ、ニューバランスでいくらかな、24ドル99、だいたいそれぐらいですね、プライスレンジ。マイケルコースの可愛いですね、これ。これも24ドル99。ナイキアディダスなどもございます。この日はナイキ、これ可愛いですね。26ドル99だったかな、これは。そうですね、26ドル99。というわけで、お子様用の、あ、これアディダスですね。アディダスもございます。そして、おもちゃセクションがありまして、で、ドレスセクションです。あの、ロスドレスフォーレスっていうね、名前がついているだけあって、ドレスはすっごくたくさんあります。アンクライン、トミーヒルフィガー、そして、アンクライン、トミーフィルフィガー、ナインウエスト、ラルフローレン、そうですね、あと何があるかな、カルバンクライン、これラルフですね、これラルフローレン。みんなね、あのそのままタグついてます。125ドル、デパートで125ドルで売ってたラルフローレンのドレスが29ドル99、かなりお得です。で、こちらもあのサイズ別に、かけられておりますので、探すのは結構探しやすいです。ただね、アメリカ人サイズが大きい方が多いので、日本人の方はだいたい XS もしくは S の方が多いと思います。あの意外とね、 XS とか S サイズっていうのはアメリカでは売り残っちゃうので、このロスに来ると意外といいのがあったりするんです。それとね、また真逆でものすごく大きいサイズ、もう日本ではありえないような大きいサイズもたくさんありますので、大きいサイズね、お困りの方はこちらで買って帰られると、うん、かなりおしゃれなのがあります。これはマックスステュディオのインスタ映えしそうなドレスですね。これも29ドル99。
そしてペットセクション、ワンちゃん、猫ちゃんのペットセクションがあって、その隣はキッチンセクション、がございます。あとね、あのご贈答用とかの腐らないような缶に入ってたり瓶に入ってたりするような、食材も売ってます。そして、こちら、あ、これはね、ビーチセクションですね。ビーチ用のバッグ、かわいらしい大ぶりのバッグがございます。そしてそうですね、そしてその隣が、ビーチタオル、あのカラフルなかわいい、これはベッチージョンソンのビーチタオルですね、がありました。そして、男性用、あの男性用のセクションはね、女性用に比べるとあのかなり、少ないんですけれども、でもあ、このようなちょっとポップな、ものもあったり、これはラルフローレンですね。ラルフローレンのポロシャツ、上代が$98.50が$29.99でございました。そうですね。いろいろ本当に男性ものも、サーフブランドとかもたくさんあります。で、靴セクション。こちらもね、女性用に比べるとかなり品数が、少し少なめになります。で、カバン、スーツケースね、わあ、思った以上になんかいっぱい買い物しちゃって入んないわーっていう人はもう買って帰られることをおすすめします。かなりこのスーツケースもお安いです。ラージサイズ、サムソナイトとかもあるんですよ。サムソナイト、これサムソナイトですね。で、大体大きいサイズ、あ、$59.99ですね。特大サイズでも$79であります。で、こちらはナイキのダッフルバッグ。かなり大きいやつです。$19.99ですね。ジムバッグとかダッフルバッグとか結構たくさんございます。アディダスとかのこれジムバッグですね。$12.99、かなりお安いんですね。で、こちらレイバンのサングラス、男性用のサングラスがたくさん入ってました。まあ本当にロスのその店舗にもよりけりなんですけれども、まあ、ラッキーだとこんな感じで、レイバンがあったり、この日はマイケルコースがたくさん入ってたりしてました。あとねやっぱりビッグ&トール、アメリカ人大きいので、日本でね大きいサイズでお困りの方、アメリカで買って帰ると本当に安くていいのが見つかります。おすすめです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回はロスにご案内いたしました。次回はですね、少しグレードアップしてマーシャルズにご案内しようと思います。トビちゃんロスでおもちゃを買いました。 You like it?はい、というわけで、ライク、フォロー、コメント、よろしかったらください。お願いします。それではまた来週。バイバイ。